はい、こんにちは、奈良半です。今日もすごくいい天気です。またいつもの場所にプライベートの島田さんと遊んでいます。今日は先日納車したばかりの ADV150 で来ました。島田さんはレンタルバイクのトリシティで来ています。島田さんから見て、えー、少し語っていただこうと思います。ヤマハのバイクを借りるなら YSP 横浜戸塚。見てください、これ。トリシティのレンタルバイクですよ。これはですね、 トリシティというバイクは素晴らしいバイクというのは我々はよくわかっているんですけど、ただ世間はですね、まだ乗ったことないんだよな、三輪ってどうなのっていうふうにですね、買うには至らないけど気にはなっている方っていうのがいっぱいいるんじゃないかなということでですね、私は今日これを持ってきましたよ。こいつはですね、操作感覚はほぼ二輪そのままにですね、高い安定性と、そして安全性ですね、そして対疲労性、疲れないってことですね。そんな素晴らしいところをですね、 寄せ集めて、いいとこずくめのバイク。ということで皆さんそろそろ、これをまずはレンタルバイクで乗ってみるのもいいんじゃないでしょうか。<laughs> まあそんなこんなでね、素晴らしいバイクの横に何かありますね。はい。これは、ホンダサンドバイクですね。ホンダサンドバイク ADV ですね。ADV150。今日はですね、これをちょっとどうなのよっていう話をしてくれということなので、ちょっとしてみたいと思うんですけど、まあ 150cc のスクーターですよね、これね。 150cc のスクーターで、まあ見ていった中では、デザインは非常にいいですよね。そのコロは分かれる形になってるなとは思うんですけども、ただ、やっぱりその個性っていうのはすごく大切なので、これだけ大胆な作りをしてくるっていうのはですね、完全にその人気取りの部分から割り切って、あくまでもうこいつはこういうバイクだよっていう個性的なところをですね、完全に追求してやってきてるので、 非常にそこはですね、好感が持てますね。まあそういうところはね、うまいなと思いますね。あとよくわかんないですけど、ミラーがこれ、1、2、3、4、5、6、7、8角形ですね。8角形のミラーって、多分もうこのバイク専用設計なのかなって思いますね。実際どうだか知らないですけどね。結構デザインがすごい凝ってるんで、そこがやっぱり面白いなと思うのと、そういうところはですね、とってもこういうスクーターでは大事かなと。例えば、 300万するミニバンを買おうと思った時にあんまり冒険ってできないじゃないですか。ただこれぐらいの価格帯のバイクだと少しこう遊び心があった方が面白いと思うんですよね。そういう意味ではすごくいいかなっていうのと、あとまあ見てった時感じるのはこれ。これは秀逸ですね。これ。このスクリーンが可変するやつ。まあ、正直可変の幅は少ないかなと思うんですよね。あのあんまり動かない。こっからこれ。 何センチぐらいなのかなまあ、10センチに満たないぐらいかな多分。だけど、いいなと思うのは簡単ですよね。簡単に動かせる。それが一つと、あとはその、このギミックですよね。これはすごいいいですよ。この動きが、すごくですね、凝ってるんですよね。単に上下するだけとか、単に寝たり起きたりするだけじゃなくて、すごいこのバイクのデザインに合わせて作ってあるこの機構はですね、こういうのはこう、楽しくさせる。 ところかなと思います、ね、あとはまあ見てったところで言うとまずこのメーターメーターのこのひさしがいいですよねこれ実用的にすごい実はいいんじゃないのって思うんですけどメーターが反射しないでこうこういうのがあると見れるんで最初からデザインにこれ入れてくれてんのはなかなかいいですねもしかしたらいろんな意味あるのかもしれないですけどねこっから風入ってこっちから抜けていく時にここがあった方がもしかしたら体に当たりづらいっていう地味な話があるのかもしれないないのかもしれない わかんないですけど、なかなかいいですよ。で、メーターがこの真四角で、ちょっと動かしてみようかな。いいポイントはだから、その辺かな。こうやってやっていったときに、メーターもすごいかっこいいし、わざわざこれ、あれですよね、カレンダー付きですよね。時計だけじゃなくてカレンダーまで付いてる。もう安心ですよ。ビジネスマンには。何が安心かわかんないですけど、すごく。こういうところは結構、あ親切なのかなと。いいなと思わせるような感じになってますね。あとはどんどん行くと、 まあ見て思うところは、これこれすごいいいじゃないですか、ハンドル。このハンドルが、すごい質感が高いというか、パイプハンドルにしてきて、かつこれテーパーですよね。テーパーになってて、そしてここに大きいバイクと同じ機構で固定されている。まあこんな狭いハンドルなかなか売ってないんですけど、やろうと思えばハンドル変えれるってことですよね。そういう意味では結構面白いなと思いますね。すごいいいですよ。ここはもう、すごくいいですね。そして、 あとは、タンデムステップ。これがね、あの、ちゃんとある。で、結構面が広くてしっかりしてるんで、こういうのもなかなかいいなと思いますよ。だって後ろの座面も、これ、割と平らだし、ちゃんとこう、確保されてる感じがするのと、あとはこのグランバーもちゃんとあるんで、後ろに乗る人は本当に乗りやすいんじゃないですかね。ただまあ、高いんでね、これ、シート高が高いんで、 もしかしたらそのまたがる瞬間は大変かもしれない。まあでも大体これ後ろの人乗せるとき前の人支えててあげるんでしょっていうふうに考えるとまあこうよじ登ってってもらえればいいのかなと階段みたいに。いうふうには感じるんですけどね。なか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 あのそういう部分は基本的なことがしっかりしてて良さそうですね。乗ってないからわかんないですけどね。あとはこの辺の機械的な部分の造形まで凝ってるっていうのはすごくいいですね。このカバーなんかは結構ねみんな手抜くんですよねどのメーカーも。ただ ここのところ、ちゃんとシルバーに色分けされてて、デザインもあの、外観とすごくマッチしたデザインになってるんで、こういうところまで徹底してるのはなかなかいいなと。すごいその辺はいいですよ。いいバイクですね、これね。見た目的には。はい。あとは、LED ですよね、これ全部ね。LED を使ってるウインカーとかも、 ナンバー等まで含めてこれ多分 LED だと思うのでそういうところはやっぱりいいですよねもう今の時代そうあってほしいというふうに思わせるところがありますねなのでそういうところはなかなかいいですねうんシートも凝ってますねこれねわざわざ表面の材質変えたりとかな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 かいいですね結構今いいところいろいろ言ったんですけど気になるところもやっぱゼロじゃないですね一つは例えばそうですねこれね最近ジョグもこれなんですけどこのスイッチ 使い込むほどに使いづらいっすね、これ。ここにホーンがあるの。最初なんかいいかなって思っちゃったんですけど、別にどっちでもいいじゃんと思ったんですけど、どう考えてもやっぱウィンカーここがいいっすね。これはもう、やめればっていうのと、あとは、ただ、こっち側にはほら、同じテイストで、ハザードがついてるんで、で、これまだ新車だからなのかもしれないんですけど、スイッチ類がですね、ちょっとこう、釈然としないというか、もうちょっとカチッとしてて欲しいはあるんですけどね、特にこれね、 ここのダイヤルも、なんか、新品だからなのかなちょっと動きがこう、ぼやっとしてるんですよね。だからできればまあ、そんなところ求めてもしょうがないんですけど、もうちょっと釈然としてほしいなと思うのと、あとは、この惜しいんですけど、ADV って足つきがすごい悪いんですけど、ただいいところとしては、大柄な人逆に大柄な人はこれぐらいあった方が楽だったりするわけですよ。小柄な人は、当然その、 足つきが良かったりとかコンパクトなものが使いやすくなるんですけど逆に大柄な人だとこのバイクいいなと思ったんですよただですねすごい足つき悪い代わりにちょっとその辺はそういうのがあってもいいのかなと思ったんですけどこうやってこれ足伸ばせるっていうのがこうご褒美なんですよねこれまたがる時に例えばスクーターってフラットモードこっちですねスクーターってやっぱこういうフラットモードが乗り降りが楽なんですよね足上げなくていいし まあ物を置けるっていうのもあるんですけどやっぱ足上げなくていいっていうのはすごい最大の乗り降りが気軽ですねだから皆さんあのママチャリは乗りやすくてスポーツ的な自転車はまたがりづらいっていうのはそういうところなんですけどこいつの場合山肌で言うと NMAX と一緒でセンタートンネルがありますここにセンタートンネルがあるバイクのメリットって何かというと一つはフレーム強度が出せることここにトンネルがあるんでこの中にフレームを通せるんで やっぱりそのフレーム強度が出るんで、例えばあのある程度高精度なものを作った時とか、あとはブレーキかけた時ですね、やっぱりどうしてもこの、ここがスクーターの弱点なんでね、ここが空いてるっていうのは、強度を出す意味ではすごい弱点になるんで、そういった意味では、こっちの方が使いやすくて人気はあるんですけど、あえてこうするメリットって、やっぱりブレーキの立ちを分かりやすくしたりとか、そのフレームがガチッとしてることによって、高精度なモデルを作れたりとかっていう話なんで、 そこは一つのメリット。そしてもう一個は、足を伸ばせることなんですよね。これ、フロアの方だと、まああっち行ったりこっち行ったりになっちゃうんですけど、足が伸ばせないんですよ、もう。特にこのトリシティなんかはそうなんですけど、足がもう前当たっちゃって伸ばせない。だからずっとこの姿勢で乗らなくちゃいけないっていうのがあるんですね。ただ、センタートンネルがある場合は、またがる大変さがある代わりに、足を伸ばせるっていうのが本来の魅力なんですね。ところが、 またがって足を伸ばそうとすると確かにシートの位置が後ろの方にあるのである程度はいけるんですけどここが邪魔なんですよねここ何が入ってるのかよくわかんないんですけどここがもう少し出っ張りが引っ込んでてくれればですね非常に快適に乗れるんですけど少しこう開いてるのと足かかとをここにつけたという前提で大柄な人がねやった時につま先が当たるっていうのがすごい 邪魔なんですよねここねほんのちょっと削ってくれればそれですごい快適になると思うんですけどこうも乗れるしこうも乗れるから長時間乗った時にこう切り替えれるまあもうこれも重箱の隅の話にはなるんですけどただほんのわずかなことでもしかしたらもっと良くなるかもしれないんで足つきが悪いバイクのメリットは大柄な人が楽をすることができるっていうところだと思うのでそういった意味ではもたれやな,なっていうふうに思わされますただ何か理由があるのかもしれないあーフレーム フレームですね。フレームが通ってますね。この裏。分解したいな。分解すりゃわかるんですけどね。多分フレームが通ってるんだろうな。なんかちょっとね、ちょっと惜しい気がしますね。ここね、かかとつけたらこうなんでね。かかとつけて乗りたいんですよ。ここに。やっぱり。っていう意味では、まあ惜しいポイントなのかなと思わされるのと、もう一個、これ最高に気になったんですけど、リアに ABS のセンサーがついてないんですよ。このバイク。だから多分これフロントだけの ABS なんでしょうね。 だから今から新商品で出すっていう中では、なぜかこれコンビブレーキが付いてないので、ホンダさん結構コンビブレーキ付けるんですけど、これはコンビブレーキが付いていないので、結局1チャンネルの ABS なんでしょうね、これね。フロントには付いてるんで、ABS って書いてあるんですけど、センサーがあって、センサーっていうか、ローターが付いてて、ここにこれセンサーですね。ABS のセンサーあるんですけど、後ろにはこれ付いてないんですよ。だから、確かにフロントロックが一番怖いので、 フロントに ABS が付いてれば十分だっていう発想なのかもしれないですけどね。ただ、リアディスクになったんでしょこれ、PCX と違って。で、リアディスクまで使ったのであれば、できれば、2チャンネルの ABS で、左右独立したまんま、コンビブレーキにしないで独立したまんま、ABS が効くようになってくれれば、すごくこのバイクのスポーティーなキャラクターに合うのかなと。せっかくこれだけ大きいタイヤを付けて、デザインもすごいかっこよくて、でやってった中では、なんかちょっと、 惜しいなっていうか、まあ、こんなこと気にしてる人いないのかもしれないですけど、感じさせられる部分もあり、でもそれもまた当然今後のね、一般ユーザーの方々の声を聞いて、もっと実は気になるところ出てくるかもしれないですけど、っていう意味ではですね、あの、新しいバイクとしてはすごく十分なのかなっていうふうに、まあ思いますけどね、シート開けてみましょうか、せっかくなんでね。これスマートキーだからいいですよね。スマートキーだから、すごくいいですね。こういう感じで。で、開けてみるとシートダンパー、これね。 それも2段階。おしゃれですね。こういうのがすごいいいんですよ。たまんないですね。こういう風になってる。それもあの、ダンパーというかスプリングでやってますね。巻きバネはい。こっちの方がシンプルでいいですよ。あの、コストも落ちますしね、この方が。こういうのを使っているっていうのと、あとシート下のスペースも十分なんじゃないですかね。非常に広いという風に思います。うん。車載工具がここに入っていて、これがこう閉まるわけだから、 うん、容量的には十分なんじゃないですかね。あとはシートのスポンジ容量もやっぱ足つき悪いだけあって、それなりにあるんで、結構そういうところも含めて、まあいい作りなのかなとは思います。で、まあこれしょうがないんですけど、構造上。まあここが出っ張ってて、ここが出っ張ってて、ここ段付いてるとですね、これ弁当運びにくいんですよね。どうしても、家族の分弁当買って行ってきますの時にですね、ここ置けない、置きづらいじゃないですか。で、ここ置けないじゃないですか。そうすると、 まあ弁当を運ぶとき苦労しますけどね、まあ、そんな気にしてもしょうがないのかもしれないですけど、本当はね、この辺がなくて、コンビニフックとかあれば、こうなってればですね、一応弁当を寄らずにですね、あのここにのっけるなり、ここに縛るなりして持ってくることができるんですよね。もしくはシートの中が平らだったら、こいつも平らじゃないんですよね。こいつも平らじゃないんですけど、これも弁当が寄るってことなんですけど、あんまり気にしてる人少ないのかな。弁当を寄るの嫌じゃないですか、なんか汁こぼれたりとか。まあいいや。って感じで、 弁当の積みようがねえなと思いましたけどただこれだからあれですよ本田さんに私からのアドバイスですよおこがましくもね世界の本田さんに私ごときがアドバイスするならば逆にここの U の字型の溝を埋めてここを平らにするオプションの板すごい安く作れるでしょあのウレタンかなんかでこう U の字型でここがフラットになりますよっていう板ラゲッジ弁当アタッチメントを出していただければですね 多分 ADV は100点に近づくんじゃないかと、そして売り上げがです、ね、微増すること、受け合いかなと思いますけども、まあもう一言だから言いたいこと言ってますけど、まあそんなこんなで、えー、全体的に見るとですね、新しいスクーターとしては面白いのかなと思います。